はいどうもトシです。イエイエイのイエイ。今日はですねエンシェールズカラーバターココアブラウンを使っていきたいと思います。で大事なことなんですけどベースです。ベースはブリーチしてない黒髪です。まあ、ただの黒髪地毛ですね。はい、本当に地毛ですをココアブラウンですね。ココアブラウンこんな感じの色です。ココアブラウン、はい、ココアブラウンです。こんな感じですを染めていきたいんです。染めていくんですけど、まあ、実際問題黒髪ですのでどのぐらい色が入るのか、まあ、そんなに黒髪に対してですのでそんなに色がしっかり入るかって言われたらまあちょっと色味が入る程度なのかなとかあると思うんですけどそんなにすごいは変わりませんのでまあ参考にしてみていただけたら非常に嬉しいです。ではちょっといきたいと思います。ココアブラウン塗っていきます。まあ、塗った感じもそんなに正直わからないっていうのがあるので、まあ、ココアブラウンどんな感じになるのか、はい、見ていきたいと思います。はい、塗れました。まあ、たっぷり塗ってますんでこの部分ですね、この部分は黒髪です。で、こっからが染める部分です。はい、実際問題どのように色が変わってくるのか見ていきたいと思います。はい、それでは20分後流してきました。いかがでしょうか。ちょっと見てください。あの非常に分かりにくいと思います。ただいかがでしょうか。感想としますとちょっとアッシュ味が入ったなと、ちょっとアッシュっぽくなったなと。地毛この根元の方なんですけど地毛から見ていただくとこっち側の方がちょっとアッシュっぽくないですか。こっちの方がちょっと分かりにくいかな。こっちの方がちょっとこう普通の黒なんですけどちょっとアッシュっぽくなったかな。ココアブラウンなんですけどアッシュが入るかなと、アッシュっぽくなります。つまり黒髪の方がココアブラウンですね使うとアッシュっぽい黒になる。はい、ココアブラウンを使うとアッシュっぽい黒くなるっていうのが結論で間違いないと思います。まあ非常に分かりにくいんですけど根元の普通の黒から比べるとこの染めたところですね、はい、こっちの方がアッシュ黒、アッシュ黒になったかなと思います。いかがでしたでしょうか。はい、染める前はこんな感じに、はい、普通の地毛の黒髪なんですけど、はい、染めた後はちょっとアッシュ味を感じる、黒髪ですね、アッシュ味を感じる黒髪になってるんじゃないでしょうか。はい、ご視聴いただきありがとうございます。ココアブラウン黒髪に入れようかな悩んでる人なんかはぜひドンピシャで入りますんで参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。イエイエイのイエイ。はい、下ろしてみました。はい、いかがでしょうか。これ非常に分かりにくいんですけど、分かるかな、黒髪と染めてるところの違いです。非常に分かりにくいですね。ちょっと分かると思う。はい、分かりますでしょうか。黒髪と染めたところ、ココアブラウンです。これココアブラウン、こっちココアブラウンで、こっちが地毛です。この辺です。ちょっと光の加減で分かりにくいんですけど、こっちはちょっとこうマットっぽいっていうかアッシュっぽいっていうか、はい、こっちは黒髪ですね。普通の地毛っぽい感じです。で、この辺です。こっち側、はい、ちょっと同じ黒髪なんですけどほんのりちょっとアッシュマットまあ感じますね。ちょっと色味を感じます。でこちらですね、こっちは黒髪です。普通のどちらかというとブラウン味を感じる感じですかね。はい、下ろすとこんな感じに違い、まあほぼ分かりにくいんですけどこんな感じに違いが分かりました。あの下ろしてアイロンかけてみました。仕上げてみました。はい、いかがでしょうか。遠くから見ていただくとほぼほぼ分からないと思います。いい感じだと思います。
微妙なおしゃれですね。はい、非常に微妙なんですけど、分かる人にが見れば分かります。光が当たれば分かります。なんとなく分かります。いい感じだと思います。イエイのイエイ。